はい、おはようございます、今日はですね、土曜日朝から、山のね、土場の方へ、ね、とある水道屋さんが、とある水道屋さんですね、はい、あえて名前を伏せておこうと思います、とある水道屋さんが、あの土をね、うちはちょっと残土が、ね、出てましてですね、それを、利用してくれるということでですね、この土をですね、はい、叩きを作る、あの緩和土と書いてね、叩きって俗に言うんですけれども、それをね、するのにですね、ちょうどね、ここにうちの山の土がちょうどいいということでですね、これをですね、ダンプに乗せて、運んでくれてます。はい、はい、もうなんかね、朝からキリッとして体調バッチリっていう感じですね。はい、決してね、お腹が痛くなったりとかそういうことはないようです。はい、ちょうどですね、侵入路にするのにですね、この部分の土を削りたくてですね、その土をですね、ちょうどこの、叩きに使ってもらえるということで、あのうちの子としても助かりますし、叩きの、ね、する方ってともね、これちょうどいい土だそうなんで、すごい重宝するということでですね、よかったと思います。はい、普通に、ね、ギリギリのところまでしか、ね、トラックが、ダンプが、ね、うまく進入できずにですね、ユンボの方もこうギリギリのところまでこう迫っているんですけども、これ以上近づくと双方が危ないということですね、というかね、あのトラックがこれ以上登ってこれなくてですね、あの辺はちょっと整備すれば登れるんですけれども、まあ、そんな何とか、ね、足りるということでこれで作業することにしました。なんかね、この歩道沿いの粘土加減と山砂加減とですね、これがすごく叩きにいいらしいですね。はい、一応だと思うんですけれどもね、あの黄色く色づいた手前にですね、カップでしょうかね、ちょっと桃色の綺麗な花が咲いて、その木ですね、あの、杉の木、これ何の杉かな、ちょっとこれ枯れてるんじゃないかな、そんな感じの色がね、これありましてですね、ここなかなか日当たりも良好だし、いいところです。はい、何やらですね、多分 SNS に、この風景を、ね、投稿してるんじゃないかと思います、後ろから回り込んで、まあ、画面は、ね、映らないぐらいなんで、まあ、いいと思います。はい、はい、アップ終わりました。はい、はい、はい、ありがとうございます。まあ、そんな感じでですね、ね、まだまだですね、土をまだ出ることもあるので、なかなかいい土です。